どこトントコイトートアシスタントのくちゃんです。質問ご視聴ありがとうございます。今日は8月の11日水曜日の夕方撮影しておりますよ。今日も夕方ですけどもやっていきますよ。ロザリアンアラルイエーイ。バラを育てていると植物のことを聞かれることがあるはい、ありますよね皆さん。バラはなかなか難しいので、育てていると植物詳しい人だって思われて聞かれることありますよね。僕もそれなんで今いろんな植物の勉強やっておりますよ。先日はい、例の多肉植物ですね、徒長してしまった多肉植物、皆さんにどうしようというような動画を出しました。はい、そして剪定、多肉植物、バラの剪定はやったことあるんですけど、多肉植物は初めてやりました。そしてその剪定した葉っぱ、ちょっと面白いことになってきたんで、今日は皆さんにそちらをお知らせしていこうと思いますよ。そして香りのバラ、今日も一日かけて綺麗に咲いてくれましたので、そちらをカットして楽しんで終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらがですね、前回剪定した多肉植物のその後になってます。どうくーちゃん、わーすごい、なんか新しいのがいっぱい出てる。そうだねくーちゃん、チョキンとしたらなんか新しいのが横から、ほらバラとは違ってこの新芽というよりはなんか塊になって出てくるんだね。多肉植物は面白いよね。うん、すごいね。この葉っぱなんか葉っぱから葉っぱが出てるよ。うわーすごいね。葉っぱから葉っぱが出るなんてバラではありえないことですけど、なんかすごい状態です。ちょっと面白いですね多肉植物。このチョキンと切ったこの横からモコモコと出てくるんですね。こんな感じになってます。面白い状態ですね。うん、だいぶなんか徒長した感じからかっこよくなったよね。うん、ね、これはこれでかっこいいねくーちゃん。なかなか剪定うまくいったと思いますよ。またちょっと伸びてきたら考えないといけないんですけども、いい感じになってます。そしてこちらが刃差しをした方ですね。皆さんどうでしょう、これ面白いですよね。これ葉っぱからこんな感じで出るんですね。新しいこの株というんでしょうか、ちょこちょこちょこっとこんな感じで可愛らしいのが出てくるんです。いかがでしょうねえくーちゃん、面白いね。こんな感じで葉っぱから根っこが出だしたかなと思ったら、こうしてモコモコモコっとこう小さな新しい株が生えてくるんだね。こんな感じで初めて知りましたよ。こういう形で出てくるなんて本当に面白い植物ですね。
ちらは挿し木した方、うん、なんとか順調に育ってます。挿し木とこの葉挿しと両方できるんですね。多肉植物はバラなんか葉っぱこうやって挿しただけじゃなかなか難しいですけど、この葉っぱから根っこがこんな感じで出てくるということですね。本当に植物は面白いですね。奥が深いです。なかなかいい感じです。はい、そして表土が乾いたらこんな感じで水やりしております。根っこが生えてきたということは根っこから水分を吸ってるということなので、こんな感じで水やりしてますよ。こちらもこんな感じで水をあげてます。またこの水をやりすぎたり肥料をやりすぎると徒長の原因になるというので、気をつけながら水やりはしてますけども、こんな感じでしょうか。なかなかジャングルみたいでいいですよね。ハリネズミ君気持ちいい？気持ちいいね。では今日も香りのバラカットしていきましょう。こちらジールドゥブリザック、綺麗に咲いてくれましたよ。次にこちらクリスティアーナ、綺麗に咲いてくれましたよ。ヒューリクソンも綺麗に咲いてくれました。シャンテロゼミサトも綺麗です。モモカも小さく咲いてくれましたよ。エデュアルマネも綺麗です。そして今日はミルラの香りのクロシェ、綺麗に咲いてくれてますよ。それからトットちゃん、綺麗に咲いてくれましたよ。そしてシェラザードも小さく綺麗に咲いてくれました。リアンローズも小さく可愛く咲いてくれましたよ。そしてストロベリーアイス、綺麗です。ああ、今日もグーちゃん綺麗に咲いてくれたね。よかったね、トコさん。本当にこの暑い中小さく可愛く咲いてくれましたよ。ちょっと紹介していくのが大変なぐらい咲いておりますけども、一つずつ品種紹介しながら香っていこうと思いますよ。今日はこちらの、ああヒューリクソン、いい香りです。そしてこちらの隣の、ああジルドゥブリザックも本当に甘くて爽やか、いい香りですよ。ああ最高最高。そしてこちらクリスティアーナ、いかがでしょう。このあクリーム色の綺麗なバラ、うっすらとピンクの中央が綺麗ですよね。ああ香りもとっても爽やか、いい香りです。そして今日はこちらの、いつものシャンテロゼミサトも、スパイシーで甘いね、クーちゃん。最高最高。あー、スパイシーで甘い香り。そしてこちらの今日はトットちゃん、綺麗に咲いてくれましたよ。あー、爽やかだね、相変わらずトットちゃんは。最高最高、爽やかでいい香り。ね、爽やかといったらこの隣、シェラザードですね。とっても爽やかレモンの香りです。ちいちゃめですけども香りは変わりません。最高。そしてこちらストロベリーアイス、うっすらティーのいい香りがします。そしてこちら、クロシェですね。もう僕の動画でたびたび出てきておりますが、
ミルラの香り、もうほんと癖になります。最高です。はあ、たまりません。そしてこちらの隣、リアンローズも小さく可愛く咲いてくれたね。そうだね。はあ、リアンローズも最高。甘くて爽やかでいい香りがします。こちらのエデュアルマーネもいい感じで咲いてくれましたよ。はあ、とても最高、いい香りです。バラ自体は一つずつ小さいですけども、まさに香りのバラのプチパラダイスや、プチパラダイスや。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。多肉植物、またバラとは違った魅力があって楽しいですよね。うん、これからいろいろ頑張って勉強していこうと思いますよ、いろいろな植物を。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうねー。また見てねー。そんなところに腫れ物が、俺は女だー、ドーン。はい、これが分かった方は相当のうるせえやつら好き。